まずはですね、今日、開幕勝利、試合をちょっと振り返っていただけますでしょうか。はい、まあ、自分たちの、特徴である攻撃サッカーっていうのを、前半からしようと、監督とも喋っていたので、その初めの、早い段階でやっぱ先制点取れたっていうのが、大きかったのかなと思ってます。個人としましては2点得点が2点目の、ドリブル、これはまず個人と理解していただきましょうか。そうですね、まあ、サイドにからボール持ったら仕掛けろとは、監督からも言われてたので、もう思い切って仕掛けるっていうのはもう自分で決めてたので、まあ、それがもう結果、点につながったのはいい部分ではあるんですけど、その前に自分で仕留めるっていう部分でまだ課題があったかなと思ってます。その後のゴール、はい、そうですね、もうあれはもうこぼれてきたので、もう自分はもう沈めるだけだったので、やっぱああいうところにいるっていうのが大事かなと思うんで、こういうの継続してやっていかないといけないのもありますし、個人としてはもっと点取る場面っていうのもあったので、そういうところで仕留めていかないと、まあ、この間先の戦いで取りこぼすっていうシーンは出てくるので、また、来週から頑張っていきたいと思ってます。相当綺麗なプレーをたくさんあって、ご自身でプレーを100点満点で評価するか。そうです、まだもっとできるとは自分で思っているので、まあ、今回は点も絡めたというのもあって、まあ、80点ぐらいはやりたいと思うんですけど、まだまだ、僕こんなもんじゃないと思っているので、まだ、始まったところなので、また頑張りたいと思っています。改めて見ても、確かに FC 大阪の印象というのがあるんですか。そうですね、まあ、いい雰囲気でやれていると思いますし、やっぱ勢いというのは、どのチームよりもあると思っているので、この、勢いプラス、まあ、冷静な判断というのも必要になると思うんですけど、まあ、それを絶やさずに盛り上げていけるように頑張りたいと思います。昨シーズンは別のチームがありました。開幕から、まあ、そこが久々にこう観客がいるっていう試合だったんで、やっぱこういろんな歓声だり拍手なりしていただいているっていうのは、やっぱ選手としてもありがたいことですし、やっぱ無観客とは違って頑張らないといけないっていうのはより一層思うので、最高でした。最後にファンサポーターの方にお願いします。まだ始まったところなので、このいい雰囲気のまま、最終節で笑って、J3 昇格また優勝できるように頑張りますので、また応援よろしくお願いします。